はい、どうも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 でどうも、今日も始まります松尾翔三の彼氏言ってますということで、早口でゆっくりしゃべりますね。今日はですね、竹中工務店さんのですね、技術でですね、竹中ハットダウン工法というのがあるんですね。これ私は、ね、今大阪に住んでるんですけど、その大阪の福島というところがありまして、地名がありまして、そこにまあもう結構何年も経つんですけど、ホテルプラザというまあテレビ局が隣にあって、今はもう移転したんですけど、ホテルプラザという、まあ、高級なホテルがあったんです。そこはなくなりましてね、なかなか、市内のど真ん中にありますので、取り壊せないということでね、どうするのかなと思ってたんですけど、まあ取り壊しするとき、まあその周りを囲いましてね、でもうバンバン潰していくようなイメージがあって、埃も立ちますし、そういう意味でこの竹中工務店さんが開発した竹中ハットダウン工法というのは、上の方だけ、もうビルの上の方だけをこう囲って、まあ、ちょっとずつ壊していくんでしょうね。ちょっと詳しくは私も知らないです。まだホームページ貼っておきますけど、よく今ビルを建てるときに、下からどん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 こうクレーンみたいなのを積んでいって、こう建てていくような感じで、上から逆に上だけをかぶせて、かぶせましてね、金パカッとビルですよ。でそこで壊したらちょっとずつ下に行くという方法らしいんですけどね。もう私毎日のようにそこの前通ってますんで、どん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 こう低くなって、まあ時間とかかかるかもしれませんけどね、非常に環境には一切ほこりのほの字も立てないようなね、形で、ホテル、大きいホテルを解体していくという方法なんですね。今日の松尾修造のこれ知ってますは、竹中工務店さんですね。竹中ハットダウン工法でした。ありがとうございます。